結婚式をされる新郎新婦様とフォトウェディングをされる新郎新婦様のお衣装選びの担当をしております。またお衣装のメンテナンス関係とかお直しだったりも業務としてさせていただいております。新婦様が初めてウェディングドレスを着るときに結構不安な表情をされている方もいらっしゃるんですけれども、やはり実際に着てみていただいてその表情がパッと明るくなったときにすごくやりがいを感じます。また実際に担当させていただいたお客様からの感謝の言葉が一番やりがいですね。学校に入学した段階では普段着ているお洋服のデザインがしたいなと思ってデザイン科を選んで入学したんですけれども、勉強を進めていくうちに普段のお洋服ももちろん好きなんですが、実際に特別なお洋服というのを先輩方の作品を目の当たりにして私もこっちの方で携わってみたいなと思いました。やはりファッションショーが一番の思い出です。クラスの仲間とアイデアをたくさん出し合って作り上げたファッションショーだったんですけれども、今こうやって新郎新婦様とたくさん打ち合わせをさせていただいて一つの結婚式というのを作り上げていく面ですごく重なる部分が多いなと感じています。私が通っておりました国際トータルファッション専門学校は様々な個性を持つ仲間やいろいろな職業を目指している方が集まる学校だと思っています。そんな方たちと日々切磋琢磨しながらまたアイデアをぶつけ合いながら過ごせたことは今の私の仕事の中でもたくさん生きらっています。また学校に入学してから私のように夢が変わったりとかそういった方もたくさんいましたので、少しでもファッションに興味があるのであればぜひ入学してみて夢を広げていってください。